ささのはさらさら、はひふへほ。ということで、七夕でございました。なるほど。皆様。なるほどです。織姫と仲良ししてますか？ねえ、七夕ですからね。1年に何かさ、みんなさ、まあ一応賢秀以外はさ、こう東京出てきてるじゃない、はい、遠恋したことある？ああ、ね、いい話題じゃん。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。遠恋か、うん、遠恋、ね、俺はちなみにある。僕はないです、ね、俺もないな。ああ、あるわ。え、今の奥さんとまさに。ああ、そうか、確かに確かに。最初はそうですね、そうですね、はい、確かにそうだね。たくさんは？俺めちゃめちゃその東京出てくる前にお付き合いしてて、大学生の時に、うん、はいはいはい、でまあ数年ぐらい遠恋してましたね。大学卒業して東京来たんでしたっけ？いや、中退極めてます。親福太郎だった。親福太郎もうど真ん中走らせてもらってますんで。親福太郎だ、はい、中退してしばらく付き合ってたんです。そうそう。で、どうでしたそれは？もう切なかったですよ。なかなかすれ違いすれ違いで、やっぱりうまくいかないよね。そう、うまくいく方があれじゃない、珍しいんじゃない、ね、僕がうまくいった方ですもんね、逆にね。確かに、ね、確かに、うん、すごいよね。すごいね、確かに、まあ、会う時激しいっすよね。やめろやめろ。会った時の激しさただすごいよね。ただないっすよ。俺めっちゃ覚えてんのが、なんかこれでその東京に本当に行くときに、なんかお手紙をもらって、なんかこれしかもなんか俺もなんかすごいエモさ感じたいタイプだから、あの決明誌の東京を行きながら、あのてん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 のイントロを、もうその時点で俺もうちょっと入って泣いちゃってるから。で、あの車窓に映る自分ですよね。そうそうそう、遠ざかっていくんだなみたいな。逆に賢秀はだから東京を聞いても何も刺さらないでしょ。何も刺さないよ。ねえ、かわいそうだね。刺さってくれよ。決明誌の東京を聞くあの深夜バスとか最高っすよね。最高だよな、聞いてみよう。聞いたことないな。エモすぎるよな。聞いてないですか、ジョー君も、うん、あれは最高です。最高だよ、本当。頑張ろうって思いますよね、うん、したことなくても泣けるで、そう。東京出る時にも、私遠距離恋愛無理だからって言われても終わっちゃった。遠距離すらさせてもらえなかった。それでもあの送りには来てくれるかなって思ったのに、来なかったね。それも好きじゃない。もうスパッとしてた。スパッとしてた。それ多分もう好きじゃなかったよね。確かに。スパッとしてた。やった、言ってくれるんだって。理由見つけちゃった。嫌なやつら。嫌な判断。そんなことなかったのかな、その子は。はい、ということで、そろそろ始めていきましょう。運勢のこんばんどうしましょう。皆さんこんばんは、岸本拓也です。小野賢秀です。佐藤正治です。寺山武史です。この番組は運水メンバーがワイワイガヤガヤと賑やかにお届けする、流れる雲のように水のように自由気ままなラジオ番組です。今回は私、岸本拓也が MC を担当します。423回目でございます。はい、何、佐藤、間に合わない可能性があったの？ん、あ、うん、うん、この話は別にどうでもいいわ。あんま広げないと。全然大丈夫です。舞台が始まるんでしょ。そう、舞台がそろそろね。もう、いや、もう終わってます、まあ、終わってるから、はい、もう終わってるんだったら本当にもうどうでもいい。そう、どうでもいい話だった。これ言わなくていいねみたいな。はい、ということで、もうあっという間に7月ですけれども。マジ人の話聞いてないよね。皆さん、横だと当たりついですね。アイス食べてますか？いやいや、皆さん、まんまエグクロストーク。アイス、アイス、アイス、アイス食べないな。アイス食べない。知覚過敏だからね。俺もそうだけど。俺もそれでも食べるよ。ただそう、俺はもうファミマの、はい、俺去年から知った、もう去年から出たやつかもしれないですけど、はいはいはい、ファミマの桃アイス、うん、で、あ、なんか言ってたな。福島の果汁を使ったアイスが、うんうん、いや、今まで食べた史上一番うまい桃アイス。アイスの中でもトップ3に入る。あ、本当ですか。トップ3に入るってことは他の2、うん、
ワンとあるってことですか。いっぱいありますね。いっぱいあるの。いっぱいありますね。その白桃アイスの桃アイス。桃アイス以外？なんか適当にトップ3とか言っちゃって細かくしてたんじゃないの。一番にしちゃうのはよくない。一番にしちゃうのはよくないな。一番好きなのは。お前ら本当性格悪いな。なんでお前らが結婚できたんだよ。こんな性格悪い奴らが。優しいからね。こんな性格悪い奴らが。そういうのこういうの話を。なんでこんなひねくれた奴らが結婚できて俺ができてないんだよ。いやいや人の森姫さん。そのだから発言にちゃんとその責任を持てるかどうかだいやうるせえ悪いと思って言ってんだから悪いことを言おうと思って言ってから本当にひどい自己犠牲だから本当に自己犠牲ですよ。そう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 。でもみんなのこと俺は好きだよ。なあそれそうでしたか。はい一番ひどいよ一番ひどい。はい、ではそれでは皆さん最後までよろしくお願いします。何の話だった。ということで始まった運水の今晩どうしましょうですが、はい、私先週先々週とちょっとお休みさせていただいて、自分の YouTube チャンネルのライフエンジョイナーっていうやつでちょっとラオス行ってきたんですけど、運水ダイナリーライフエンジョイナーだ、失礼しました。まあ実際そうなっちゃったんですけどね、はいはいはい、でラオス初めて行ったんですけど、うん、みんなラオスってどういう印象ってとこから入りたいんですけど、いやまずもう印象すらないくらい、ないくらい、そうだよね。ラオスってカジノあるとこない。ラオスはない。若干あります。若干でもそんなにあのカジノがメインの国ではないです、ね、どこら辺に位置してんのラオスって。あのタイの右上、うん、中国の下。あそうだよね、中国の近くだなっていう。そうそうそう、中国とタイの間って言ったらいいのかな、の場所なんですけど、はいはい、めちゃくちゃ面白くて、うん、ちょっともうあの運水毎回あの夏に福島行かせてもらってたじゃないですか、うん、ちょっと次ラオスですよ。これは小娘ちゃん連れて、小娘ちゃん連れてこれラオス行った方がいいぐらい面白くて、ほうこうなんか東南アジアなんですけど、うん、で何もないっていう印象なんですけど、うん、結構海外初心者の方も楽しめる結構イージーな街で、うん、イージーなの。そうそう、すっごく楽しめる。日本語は通じないでしょ。日本語通じない。英語も あんま通じなかったりもするんですけど。タイ語、ラオ語、ラオ語、ラオ語か英語なんですけど、うんうん、まあ、そんなん関係ないぐらい本当楽しい、ご飯もね、ラオスのご飯めっちゃうまくて、あのもち米好き、好き、まあ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 、あのおこわとか好き、好き、大好き大好き。それがさ、竹のカゴみたいなやつの中に入って出るんすよ、もち米、うん、ふっくら炊いたもち米がめちゃくちゃうまくて、それが、うん、もうほんとラオスのご飯もうまいし、なんか欧米人もめっちゃそこに旅行行くからバックパッカーとか、はい、ハンバーガーとかピザとかパスタとかももちろんあるみたいな、あ食困んない、ね、食困んない、あそれ大事ね。でおしゃれなカフェもあるから女性も行きやすいみたいな、物価も安い、物価めちゃくちゃ安いよ、安いマジで安い、イージーになってきた。ほんとご飯200円とかで食べれちゃうみたいな。カフェさ、うん、おしゃれなカフェあるって言うじゃん。うん。あのさ、海外行ってカフェでゆっくりするって感覚なんなの？それがあの暑いのよ海外、東南アジア特に。めちゃくちゃ暑くて、ちょっともうエアコン効いてるとこで休ませてみたいな。ああなるほどね。行かないと本当ぶっ倒れちゃうから。納得だわ。そうでなんか意外と東南アジアであの豆から作って行ってでコーヒー出してるその国のコーヒーとかがあったりするから、その国々のうまかったりすんのよ、またそれが。行きたい、なんかコーヒー飲めなかったのにね。そうそうそう、ね、やっぱ暑いとで甘いし、向こうのコーヒーはあの練乳とか入っててコンデンスミルク入ってて、はいはい、海とかも綺麗なんだ。ラオスは海なし国なんですよ。あ海なし国なんだ、ね、はい、ただなんかクアンシーの滝っていうところがあって、はい、なんか滝がめっちゃもうすごいあるんですけど、滝壺が5個ぐらいあるんですよ。そこで欧米人が水着でもうワッキャワッキャやってたんですけど、俺一人で行ってるからもう入れなくて。今回一人で行ったんだ。一人で行ったから悔しくて、うん、4人で行ったら入れるのになみたいな。めっちゃ楽しいですよ本当。いいな、行きたい。行きてえな。小結びちゃんツアーで行きたい。4人旅行で行こうよ。いやそうね、行きたいなと思います。なるほど、はい、おすすめの国見つけちゃいました。その何時間ぐらいで行けんの？タイに8時間かけて行って、そっ
から空港でまた乗り換えて1時間かけて、直行便ないさらにルアンパバーンっていう町に行くには、あの中国ラオス鉄道っていう新幹線みたいなやつで2時間かけていくんですけど、結構かかる、結構かかるんですけど、半日以上かかるじゃん、かかる、じゃあ無理だわ、ちゃちゃちゃって何ただ新幹線もあの日本って日本線の新幹線すごいなって思うじゃん、世界的に日本よりすごいとこが一つあって、ビジネスシートっていう席があるんですよ、一車両グリーン車みたいな、グリーン車のさらに上、一車両16席ぐらいしかなくて、広々フルフラットになれるんですよ、最高よその2時間の移動最高なんですよ、安いのか、いやで7000円ぐらい、あ安いね、だから日本で2時間かけて新幹線乗ったら名古屋あ大阪ぐらいかな、まあ、仙台とか大阪だったら1万以上するじゃないですか、もう2万弱ね、それが7000円ぐらいでいけちゃうんで、最高なんですよ、いいな、じゃあラオス行こうか、ラオス行こう、うん、まあまあまあ、あれ薄いや本当楽しいですよマジで、俺なんか あんまり行ったことないから東南アジア恐怖症なんで、なんか見たことないヒルに噛まれるんだよ、ね、そういうとこ行けばね、たくさん間違いなく携帯落として困るでしょう、ね、困りそうだな、でそれで時間取られてすげえな、取られそうだな俺待ちね、あ、ま、その時間あるね、もうみんなで行ってこいよ4人で行こうよという話でございました、なるほど、はい、いいな、羨ましい、じゃあ普通体1通紹介しましょうかね、うんこばネームかなはさんからいただきましてありがとうございます、うんすいの皆さんこんばんは、うんすい、毎週楽しく聞かせていただいております、早速ですが恋愛相談があります、来た、私は今中学3年生で、 ありがたいことに、先月人生初めての彼氏ができたのですが、来月夏祭りに行くことになり、どんな髪型にすればいいのかすごく迷っています、団子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 しかないよ、早い早い、お団子だよ、早い団子で聞き切って、ね、うん、お団子浴衣ね、浴衣を着るの、あ、浴衣を着るんですが、男性はどんな髪型がだとかんわいいとなりますか、ちなみに私はセミロングぐらいの長さです、教えていただけると嬉しいです、団子をくれげでしょ、団子をくれげ、答え出てますけれども、確実にそれしかない、中3なんてもうそれだったらもうね、うわ、で一応なんていうんですか、この男心の勉強として、うん、その向かう道中で、うん、バックナンバーさんの綿菓子、ね、を聞いてから、聞きながら向かっていただければ、それで男心は網羅できます、はい、綿菓子の菓子でね、はい、雰囲気もつかんで、うん、バッチリ、それだけ簡単なことですよ、イージーイージー、あとあれだね、金魚すくいとか肩抜きとかあるじゃん、あれうまくやっちゃダメだから、ああ分かった分かった、あのさしゃがんでるさ浴衣でしゃがんでるフォルムいいよね、そうそうそう、分かる、横にいたらちょっと見えないけど、横にいたら見えないんだけど、ね、あのシルエットめちゃくちゃいいよな、やつも男の子が途中手つなぎたくなかった、なりたすぎて、うん、ちょっと無言になってキモくなるけど、それは我慢してほしいね、察してほしい、あるあるだ、5分10分勇気出すタイムがちょっとキモい時間あるんだけど、で、じれったくなったら自分からもう絶対に言っちゃっていいですよか、何も言わずすっていくか、うわ、うん、でもやっぱ待ってあげた方が今後のためになると思うね、はい、そうね、男の子の成長ね、そうそう、男育ててあげて、彼ピッピのね、うん、待ってあげて、おい、手繋いでないのかな、もう向こうが初彼女かどうかは謎ですもんね、あ、そこはね、まあ、これはね、うん、でもさ俺さ中3のさ、うん、その彼ピッピの気持ちで考えると、うん、彼女っぴが、うん、なんだ彼女っぴ、ね、彼女っぴが、ね、運水のラジオ聞いてたらちょっと嫌だかも。ああ、わかるわかるわかる。わかるわかる。誰しも聞いてもらおうよ。誰って調べるよね。おっさんじゃん。この検証知ってるけど他さに誰って。ちゃちゃ。やっぱ内容がさ。ああ、確かに。まあね。やか。じゃあそれは言わない方がいい。いや、会話に困っても一緒に聞いてほしい。彼氏の味方だから。でもそう、確かに彼ピッピの、彼ピッピも巻き込んで聞いてもらいたい。のあるね、でこれ聞けば逆に手つなぎやすいけど、ね、安いね、うん、なんかおっさんたち言ってるけどさ、つないでみるでもいいよでもめっちゃ嬉しくない、なんかさ、うん、なんか携帯なのかなんかの媒体でつないでくれてさ、うん、なんか今聞いてるみたいなさ、うん、夜更かししながらさ、うん、つながってるみたいな、あ、まあね、はいはい、いいかな、絶
対キスしようとしてくるよな。それは聞いちゃダメ。それは聞いちゃダメ。だから聞きたくないのよ。早いよ。絶対キスしようとしてくるからな。こういうこと言ってるから。ちょっと裏行くみたいな。いやでもさ、やっぱカレピッピはやっぱさ、まあその当時の俺たちもそうだけどさ、絶対チューとかしたいもんね。絶対したいよ。絶対したいよ。あぶね、今中学生に言っちゃいけないこと言おうとして、それやめてください。それはやめよ。あぶね、あぶね。いやでもいいな。羨ましい。もうドキドキして眠れないんだろうな。でも髪型はじゃあお団子でよろしい。遅れ毛をこうね。セミロングでしょ。俺はそのままでもいいなと思うけどね。セミロングか。うん、そう。ちょっと短いな。ちょっと行きづらいか。とにかく。あ、じゃあポニーテールのあの短い版。短い版。一つ結びの。なんか普段。どうしてるかっていうのとその普段と違う感じを出すのが、ね、そのさ前髪あるかどうかでも変わってくるよね。それは修正性はあると思うよ。セミロングのさ、セミロングはね前髪あんのかな。前髪あると前髪あったらやっぱさその結んでたりとかすると前髪だけあって、うん、はなんかいつもと違って可愛いなみたいな。いつもと違うのは絶対してほしいな。こんな真剣に話すおじさんたちが戻りてー戻りてー中3女子の髪型ついて戻りてーよ。はい、ということで参考にしてみてください。ということでここまでです。これからもじゃんじゃんお便り送ってきてください。うんせい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 、うんせい、一番勝負。こちらは僕たちが様々なゲームで対決していくコーナーです。負けてしまった人はきつい罰ゲームを受けていただきます。ということで今回対決する企画はこちら、早乙女選手権ということで、こちらは早乙女ジョージに誰が一番近いのかを競う企画です。近いのか、近いのか、まあ感性ってことじゃないですかね。それはみんな遠いよ。質問が出されるので一人ずつ答えていき、一番早乙女が言いそうだったことを言った人の勝利。なるほどですね。理解してるとかの方がいいな。そうそうそう、なんか言い方として。まあ、なんか近いって。いや近い。似てるみたいな言われるとね。近いにしよう。ね、まあ、最終的に勝利数の少なかった人には罰ゲームを受けていただくと。はい、寄せてけばいいのね。みんな早乙女さんのこと好きですか？はい、答えろよ。もちろん。好きだって言えよ。尊敬しています。うん、さあということで判定していただきましょう。では早速対決していきましょう。最初の質問はこちら。旅をする時の一番の楽しみは何ですか？ジョー、あ、でもジョー君一人旅もするもんな、うん、あで俺が聞かれた時に何て答えるかってことだよね、うん、旅をする時の一番の楽しみは何ですかって俺が聞かれて何を答えるか一番。あはい、はい、ちょっとひねろうかな。はい、はいはい、じゃあ寺山さんから、はい、楽しかった景色を写真で切り取ることですかね。ああ、言いそう。言いそう。デジカメ必ず持ってってるよね、持ってく。あのオレンジ色の。持ってく。うん、あわ、あのオレンジ色の、ね。あのオレンジのね。顔伝わんないけど。ミラーレスのね。そうそう、ミラーレス。あれ持ってるから、やっぱ写真も好きなのかな、撮りたい。撮りたい。わかるわ。じゃあ続いていきましょう。じゃあ私いきましょうか。はい。はい、じゃあたくさん。はい。その、土地土地の人との出会いかな。ああ、でもそちょっと俺変えたくなってきたかも。たくさんも聞いて、うん、なんかそのフードとかに行くのは安易かなってちょっと思って、でその例えば食べに行った先でのその居酒屋のお母さんとかおじさんとか、はいはい、お客さんとかなんかそことの出会いコミュニケーション、はい、かな。もうさ、その全く同じこと言おうとしてた今、はい、俺変えなきゃじゃん。なんで怒ってるんだそれはしょうがない。先に言う人有利だ。一緒でいいよ、はい、じゃあ、はい、じゃあ小野さんお願いします。はい、その土地に住む人のその土地に対する思いに触れた時かな。ちょっと俺変えてい い, い, いよ。変えていいよ。すいません。当てに行ってよ。いやもうこれ完全に当てに行ってます。ガチだよ。ガチだから帰るの、はい。その土地土地のお酒をたしなむことですね。ああ思った思った。これかなと。それだね。それだわ。はい。それそれ。ということで正解発表していただきましょう。早乙女さん、どれ一番近いのね、近かった人は誰ですか？寺かな。よし、あ、やっぱ地酒ね。あの、いや地酒っていうより、あの写真の方ですか？乗ってないその
なんだろう、そう何調べてすぐ出てくるようなお店じゃなくて、うん、ふと歩いてたらここ入りたいなっていうところに入る楽しみ。なるほどね。予定なんて決めずに、予定なんて、そう食べるものとか、直感と出会いで、そう直感と出会いで、グルメ、グルメっていうかお酒、どっちですか、グルメも、グルメも、あ、じゃあお店との出会いに重きを置いてんだ、はい、自分の足で見つけるっていうのを。なるほどね。食べログは決して見ないよと。見ないようにしてます。へえ。じゃあいきます、続いていきますね、はい、東京に出てきて感じたことは何ですか。早乙女が東京に初めて出てきて感じたこと、はい、高卒ですよね、寺山さん。あ、たくさん、たくさん、はい、一番言っていいですか、はい、人が福島の水より冷たいそれ言ってたらもうね、なんだそれ、なんか例え、例えそれ面白いな。さあちょっと困るよそれ。しかも高校生のジョージ早乙女が言ってたんですね。大喜利じゃねえか追い込まれちゃって孤独感じて。なるほどね。あのジョー君ですら馴染めなかったんだ。そう、そう、最初は、ね、最初さあ、うん、全く同じこと言おうとしてたでも人が冷たい、人が冷たい、だからこれどっちかというとタックちゃんに似てんだかもしれない。実は実は似てんだ。うん、どうしよう、もうそれだもん俺も、はいはい、はい、小野さん何ですか。アスファルトしかねえやなるほどね、うん、ちょっと大喜利になってきてない、大丈夫、なるほど、ね、大丈夫。寺尾さんお願いします。移動はやっぱりピストバイクだな乗ってたけど、乗ってたの昔ね、昔ね、遅いやつね、車輪が遅い軽いやつね。ちょっと待って、ここで俺変えていい、変えていい、あんないいのに、はい、そので、ね、はい、話しちゃうんですか。はい、ちょっと一回捨てます、あれ、いいですか。空が狭い、これです。いや最初の方が良かったけどいやだからビルがさあ、ね、こう見上げたらさ、見上げる新宿とかまさにね。そうで、俺ら福島行ったらさ、すっごい広いじゃん。広かった、確かに。検証なんだっけ。俺はアスファルトだらけだ、うん、あ、うん、いや、レギンス履いてたジョー君が思った。そういうことだね。その時履いてねえんだよ。履いてないんだストリートジャンゴーでな。あー、じゃーん、はい、里目さん、タクちゃんかな。おー、空か、空っていうか、うん、東京、あ、汚いなって、臭いなって。あ、まあね、匂いが、匂いが違うな。昔は今よりもだいぶ臭かったですもん ね、うん、ね、雨降ったりとかしたらね、うん、結構ね、そういう印象が強かったです。なるほどね、うん、ほうほうじゃあ3問いきましょう。はい、3問目、キスした後どんな声をかけますか、早乙女は。いや、きしょそうだな。きしょいな。まずその質問なんだよ。その質問何？いつでしたっけ、ファーストキス。ファーストキス？はい。あ、これファーストキスじゃないか。キスした後だもん、ね。だからまあもう結構慣れた、うん、ファーストキスはやっぱその後なんか声かけたりできない、うん、そうね、そう、余裕出てきて東京に染まった後の染まった後、俺が言いそうなことね、レギンス履いた、俺が言いそうなことだから、ね、うん、はいはいはい、レギンス履きまくってる時ね、うん、レギンス履きまくってる時それ過去なの、今なの、過去でしょ、10種類ぐらい、今じゃないの、10種類ぐらい持ってて100種類あったよ毎日帰ってた時ね、まあ、これしかないかなっていう。じゃあ寺山さんどうぞ、うん、金の交換できたね、うわジョー君よく言ってたから、それはもうここのネタじゃん、気持ち悪い、あのね、金の交換だからキスはみたいなね、言ってたね、そうなんだ、言うわけねえだろ、うん、じゃあ俺、はい、はい、意外と、うん、その自分にまだ自信持っててなくて、うん、ああ、はいはい、そうなんだ、でそれで、うん、まあ、キスして、うん、大丈夫そう逆にしちゃうんだ、今の流行ってる、ね、完全に大喜利だよ、今流行ってる、ね、今流行ってるから大丈夫そうは俺金持ってなさそう大丈夫そう、相性良かったかなっていう、はい、たくちゃん、はい、じゃあ行かせていただきます、はい、へえ、そんな顔するんだいけてんな、西麻布時代じゃない、それ西麻布時代なんか発見した君の初めてそんな顔見たよ、かなりイケてるな、もうそれもうヒョウ柄レギンスの時だ ね、どれだよ、柄に柄合わせたかも、これどれもあってねえわ、該当者なし、ヒントはヒントヒント、一番近い一番近いのだよ、でもん一番近い人、遠いなりに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 か、
いやー検証かな、大丈夫そう、大丈夫そうじゃないわ。えじゃあじゃあだからでも大丈夫そうが近いは近い。そういう優しい言葉をかけるってことですか。なんて言うんですか。じゃああの柔らかいねっていう。ありがとう。言うとしたらね。あ言うとしたら。言うとしたらね。はい、ということで、あれこれ並んでる？え？引き分けなんで。はい。決めてください。じゃんけんしてください。もう一問。じゃんけんしてください。オーバータイムオーバータイム。じゃんけんし。じゃんけん。うん。じゃんけん。最初はグー。じゃんけんチョキ。あいこでしょ。あいこでしょ。最初はグー。じゃんけんチョキ。テラ。負けました。で罰ゲームは寺山さんです。はい。ということで、罰ゲームなんですけれども、今回の罰ゲームは早乙女へのラブメッセージでございます。早乙女に向けて日頃の感謝を真面目に伝えていただきます。真面目ですからね、笑いなしです。これノー大喜利。ノー大喜利。ノー大喜利。ずっと大喜利ないんだわ。生っぽい感じで。ずっと大喜利やってないわこれ。はい、じゃあそれではラブメッセージ伝えていただきましょう。お願いします。ジョー君、ここ数年運勢のリーダーっぽいよ。ありがとうね。まだ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 全然伝わってない。全然全然いい。なんで笑いで終わらそうとしたの。何一言何どうした。なんかしかも最近なんだっていう。うん、ようやくようやくすごくリーダーっぽくて、嫌なこともいつも率先してやってくれて、あなたのそういういい意味で突っ走るところ、うん、素敵だなって。リアル罰ゲームだ。ちょっと見せてこれ。俺もこれ一コーナー一つも得してないから。ちょっとでも面白かった。またやりたいですね。このコーナー面白い。やりたな。以上、運水一番勝負でした。運水の今晩どうしましょう。運水活動日誌。ここからは運水の活動報告をしていきたいと思います。チーム運水第6回公演が9月26日木曜日から30日月曜日まで中野ザポケットで行われます。続報は運水の公式 X やこの番組 YouTube チャンネルでお届けしていきますのでお楽しみに。そしてチーム運水第5回公演エビデイの DVD が現在発売中です。詳しくはアニモプロデュースのオンラインショップをチェックしてください。そしてそして運水の今晩どうしましょう DJCD 第1弾から第5弾が通販サイト A&G ショップで販売されています。こちらもよろしくお願いします。はい、そして私、8月の2日にですね、ライブ愛中というライブイベントに出演いたします。8月の3日ですね、失礼いたしました。8月の3日にライブ愛中というイベントに出演いたします。情報は公式 X をご確認ください。以上、運水活動日誌でした。お送りしてきました運水の今晩どうしましょう。あっという間にエンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で運水アットマーク JOQR.net です。 UNSUI アットマーク JOQR.net です。また番組の最新回は、金曜日のお昼より YouTube でも配信されています。こちらもよろしくお願いします。はい、ということで早乙女を知りたい、やっぱいいよね。いやよかった、ね、本人以外が楽しい、うん、いやこれやっぱジョー君だからこそここまで盛り上がれる、ね、これは一つも得をしてない。マジっすか。いやいやいや、こんだけ楽しめてんの。みんなそのジョークのこと知れてる。じゃあ俺は彼女ができない。えそんな、そんなのじゃないじゃん。質問変えれば、あのだからジョー君をよくいい、これのせいにしたい、彼女ができないのは。ラジオのせいにはしないでください。これやる前からいなかったから。聞かせなきゃいい。ジョー君、ジョー君のせいでそれは。うるせえ。はい、ということでここでお別れ前のこちらのコーナー、運水ツッコミタイム。俺の名前はツッコミ番長タク、どんなボケにもツッコんでいくからよろしく。うんこばネームあやぴーさんよりいただきました。新宿を出まして次はベトナム、ベトナム空飛んじゃったということでこの辺りでお別れです。ここまでのお相手は岸本武也と小野健二郎と佐藤正一と寺山武史でした。せーの、バイバイ。素晴らしい、すごい。